さあ、行くわよ。かつて大きな争いがあり、世界は七つに分かたれた。来るぞ、覚悟を決めるのだ。戦いに不慣れな貴様には輩がアドバイスをしてやろう。まずは基本中の基本、敵との位置取りだ。さあ、敵に近づいてみるがいい。よし、次は攻撃を繰り出すのだ。攻撃こそ最大の防御なり。うむ、その調子だぞ。古の大戦争、暇つぶしにこんな本読んでたせいね。着いたぞ。大戦争の後、互いに傷つけ合うことの愚かさに気づいた人々は、二度と争いを起こさないと誓い合い、七つの王国のもと千年にわたる平和な時代が続いていた。おーい。久しぶりね。俺が居眠りしてたってよくわかったな。まったく、いとことしてはちょっと恥ずかしかったわ。へえ、二人はいとこ同士なんだ。そうなの。ねえ、この子どうしたの？ああ、下宿先で仲良くなったんだ。僕、ハミロン、よろしくね。よろしく。ねえ、どこかで会ったことないの？そういえば、ジャイワールのみんなは元気か？ええ、元気よ。そういうあなたは聞くまでもなく、元気そうね。まあな。あ、そうそう、これ、みんなからのお土産。オレンカに留学してもう1年でしょ。そろそろふるさとの味が恋しいんじゃないかって。懐かしいな。今日は久々にジャイワールナムだ。それにしても、
やっぱりオレンカは全然都会ね。あ、すごい、これが有名なオレンカの大聖堂。一度見てみたかったのよね。竜が太陽を喰らう日、双子が生まれ、再び大地は戦乱に覆われる。多くの血が流れた後、双子の王が新たに君臨する。これ、古の予言よね。ああ、意味はよくわかんないけどな。要は、もう二度と戦争なんかするなってことなんじゃないのか。ちょっとやめなさいよ。もう相変わらず落ち着きがないんだから。お前こそ相変わらずの学級委員長っぷりだな。よし、じゃあ寄り道はここまでにして、俺の下宿へ行くぞ。ちょっと待ちなさいよ。これだけ広ければ訓練もできるわね。そういえば肝心なことを聞いてなかったけど、あなた留学してちゃんとやれてるの？当たり前だ。学校の戦闘演習じゃ俺が出席なんだぞ。本当かしら。ほら、なんなら鍋が煮えるまで試してみるか。いいわよ。手加減は無用。久しぶりに真剣勝負と行こうじゃない。いとこ同士で手合わせするんだね。よし、ここは僕のじゃなかった、我が輩の出番だな。ためになるアドバイスをしてやるぞ。まずはこの攻撃をやってみるのだ。基本だぞ。うまく、その調子だぞ。さあ、次はこれをやってみるのだ。炎天だ。ハッ、せいハッ、爆裂パーティア。攻撃の基本はバッチリだな。続いて、守りの基本を教えてやるぞ。敵の攻撃を避けるには鍛えてたってことか。二人とも本気になってきたようだな。よし、最後はテンションについてだ。敵を攻撃したり、敵の攻撃を受けたりすると爆裂テンションが溜まっていくぞ。テンションがどれだけ溜まってるかは画面の左下のページで一目瞭然だな。さあ、お互いに本気で戦ってテンションを溜めるのだ。ちょうど煮えたみたいだな。飯にするか。え。
ああいい匂いだな。ほら。ありがとう。それじゃあ久しぶりのジャイワール鍋で再会を祝いましょう。ああ。今の音、呪文か？一体何が？ジャイワールだ！ジャイワール軍が攻めてきたぞ！え？今ジャイワールって言った？あ。争うことは固く戒められているはず。それにジャイワールとオレンカは友好国よ。ガタガタ言ってる場合じゃない。とにかく今は町の人たちを守るんだ。そうね。